こんにちは、いつもありがとうございます。ワルサネコのコペです。どうもお世話になります。ワルサネコのタックスです。今回金型劣化という文字が大きく出てるんですけど、まあでも金型の劣化よりでもそんなね、はい、もう形が変わってしょうがないっていうほどではないけどね、ちょっとした劣化についての話やね、はい、そうですね。だからもうなんか何回もなんかこう出てるうちに、うん、もう気がついたらあれなんかちょっと違うなって思い始めるような劣化ですよね。あ、なるほど。で、旧ラディエンスというかラディエンスシリーズに関しては、うん、アイホールが大きくなるっていうのをよく言うじゃないですか。これ分かりやすいとこでもあるけど、まあ、はい、削り方の問題のとこもあるからね。そう、もうそれにもちょっと後で触れるんですけど、うん、それとは別の変わり方ですね。スペリオールの時にはもっと違う変わり方をしてたっていうのをちょうどお客さんと話してて、はいはいはい、そういえばこの話したことなかったなということでさせていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。というわけでスペリオールの子たちをちょっと一通り並べてるんですけど、はいはい、こうやって2003年から2008年まで出た子たちを一人ずつ出してきました。あ、じゃあ、2003年4、5、6、7、8まで、そういうことになりますね。そしたらちょっと左から順に紹介していきます。はい、2003年12月発売スペリオールスケート、2004年7月発売バーディーブルー、2005年8月発売グッドネイバーカフェ、2006年8月発売プリマドーリーアシュレット、2007年4月発売マイベストフレンド、2008年11月発売フロスティフロッグというメンバーになります。なるほどね、はい、うんうんうん、まあでもなんか結構併用しとる期間もあるからね。ダディエンスが出てて、ね、スペリオールも出てたっていうのもあるから。そうですね。だからスペリオールに関してはあの2006年にラディエンスが並行して出始めて、うん、はい、ダーリングディーバーが出たぐらいの頃かね。そうですね、そこからですね、うん、そこからも並行してか交互に出るぐらいの感じのイメージになってきましたよね。はいはいはい。でその前もあの2003年から2006年の間もほぼ単一なんですけど、うん、間でエクセレントが2回だけ使われたりとか、はいはい、ありますね。そういうのもあったりするので、まあ、その長い期間ほぼなんかこう単一で支えていったって言ってもなんかこう別のが出てきたりしてたっていうことですね、うん、まあ、でも結構長い期間やでな。はい、だからもう本当に丸々5年出続けたということになりますね。はいはい。まあ、ここで金型の劣化の話なんですけど、まあ、どういう風なとこが変わるかって言ったら、はい、やっぱりねあの痩せるとか、まあ、太るとかがあるんやけど、はい、まあ、簡単に言えば角が丸まってくる。あ、はい、うん、要するにその角が直角があるやん、うん、直角の角がなくなるってことはそこにいっぱいその材料が流れていくのよ、はいはい、やっぱ圧かかるやん、はい、だからそのモールドとかラインとかがそのプラモデルだったら太くなったりするんよ。あの鋭角なところが丸くなってきて、ん？なんだこれっていうのがあるんよ。トミカでも初回のものが欲しいとか、プラモでも一発目のやつが欲しいとか。あ、そうですね。なんかこの溝掘ってるところがはっきりしてるとか、そう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 、そういう感じのところですよね。うん、でもブライスってそんななんか溝掘ってるとかそういう感じじゃないから、まあないね、細かいねとこはないけど、だからなんか明らかにここがっていうの分かりにくいんですけど、うん、それでもやっぱりこの5年使ってる間にこんなところが変わってきたよっていうのを見ていきます。まあ、それでもねスペリオールに関してはやっぱり数がすごかったんで当時。そうですね、うん、まあ、製造数も多いから、まあ、いっぱい作られてるから、まあ、金型の傷みとかもちょっと出てくるとこあるから、まあ、今回それをちょっと見ていきましょうか。はい、というわけでスペリオールのほぼ一番最初スペリオールスケートですね、2003年12月に発売されたこと、はい、うん、2008年11月に発売されたフロスティフロックですね。あ、なるほど。この、まあ、言うたら、まあ、一番初めと一番最後、まあ、フロスティフロックに関しては、はい、一番最後ではないんやけど、そうですね、まあ、その何を、まあ、名前がついた分で言えば、そうですね、なんかこの後プリマ通りは出るんですけど、うん、まあ、これが12月になるからそれが最後ではあるけど、まあ、フロスティフロックでいいかなということでさせていただきました。うん、でまず一番初めに発売されたスペリオールスケートですけど、はい、まあ、こんな感じの花です。はい、これね、まあ、分かりにくいと思うけど、はい、あのちゃんと2つ一辺に出ますん で、はい、で次がちょっと右にあったドールですけど、はい、フロスティフロックですね。はい、こちらの花ね、まあ、これも一番最後、はい、だからもう5年経った分かな、ね、うん、そうです、丸々5年経ってるんですよね。でもまあこうやって一つずつ見てから何が違うのって思うかもしれないんですけど、いや分からんやろかと思うんやけどじゃ次ね同時に並べたものを見せますね。こんな感じです。はい、左がスペリオールスケート、はい、右がフロスティフロックです。あ、そしたら左が、古くて右が新しい、はい、やけど、意味の上でいけば逆なんな。左が古くて右が新しい、要するに、はい、左が金型が下手ってなくて右が下手った時、そう、あの微妙に鼻先が丸くなったというか低くもなってるいう感じがするやろ。それが伝わりますでしょうか。本当にわずかなんですけど、うん、これね気がつく人は当時も気がついてたっていう。そうそう、うん、鼻がねどんどん団子パナになってるっていうのをよく言ってたんよ。そう、ほんでなんか言われてみたらそうやなみたいな感じで私たちも言ってたんですね。これね実物を見ればさらに分かりやすいよ。そう、ほんでまたねこれ肌色の差かなと思ってた時期もあったんですけど、なるほど、やっぱり違うっちゃ違うなと、うん、じゃあ次はちょっと正面からの見ていきましょうか。はい、次はスペリオールスケート正面からです。鼻のアップになりますね。はい、
もうこの初期の花こういう感じですね、うん、まあなんかプライスの花やね、まあ見慣れた花だねっていう感じではあるんですけど、うん、で次が、2008年5年後の、はい、フロスティフロックの花になります、うん、まあこれもね一人で見たらね、うん、まあこんなもんじゃろと、そうやね花だねっていう感じではあるんですけど、フロスティフロックに関しては結構なんかいい肌色してるね今見たら。そうですね、もうこの頃になったらナチュラルスキンがなんかすごい普通にメジャーになってきてたので、うん、逆にレギュラーが出なくなってましたよね。そうやね。じゃあ次は2つ同時に見せますね。はい、左側がスペリオールスケート、はい、右側がフロスティフロックです。はい、まあねこんな感じで、まあ、色の濃さはあると思うけど、はい、ね横の花のその膨らみというか、そうですね、なんかこうフロスティフロックの方が丸くなってる感じ分かりますかね。そうそう、ちょっとね団子っぱなっぽくなってきて、これね実物があったら一番いいんやけど、うん、実物だったらこう何いろいろぐるぐる回してみるやん、はいはい、もうほんと違うんよ。そうですね、こう見比べた時にあーってなりましたもんね、うん、次は数値化していきますね。ノギスを使って測っていきます。はい、ノギスで測るのはあの、うん、花の一番なんか広いところの端端ですね。これまあデジタルノギスで、まあ、開いてもちゃんとね元戻したらちゃんとゼロになるっていう、はい、結構正確なんで、そしたらこれでまあ測っていきますけど、はい、まずはまあ古いやつというか、そうですね最初の方の子ですね、まあ、金型の劣化がないやつやね、はい、もうほぼ新品状態の子ですね。そうそう、これね傷がついたら怖いからね、うん、あの怖いんよ測るんが。そうですね、結構エッジが立ってますからね。そうそう、先が相当鋭利なんでね、はい、でこうやってまあ顔に傷いけんようにもこうやって一番広いところを測っていきます。はい、そしたら出てきた数字が 11.40 ミリということで、うん、まあブライスの花って 11.40 やったんやっていうのが、まあ、分かるだけというか、ね、ただそれだけですね。まあスケートデート測り終えたんでちょっとまあね横の方に抜けといて、はいはい、そしてフロスティフロック出てきます。まあねこうやってか、ね、遠目に見たらそんなに差がないように見えるんですけど、まあね花なんかそんなにねがっつり見んけど、うん、まあね今回金型の劣化についてなんでこれ測っていきますんで、うん、わざわざこれ測る人もなかなかいないんですけどね、うん、まあそれでか測ってみまして、こうやって、うん、どんな数字になるか ね、そしたら 12.00 っていうのが出るんですね。はいはい、 0.6 ミリ、まあ微妙な数字ではあるけどね、これ ね、でもドールで見た時結構でかいんよ。そう、 0.6 ミリ鼻がちょっと広がっているっていう。そうだから結構ね鼻本当にデコなってんのよ。だからなんか大きくなってる気がするっていうか、気のせいじゃなかったっていうの。そうそうそう、で鼻の先も丸まってきてんのよちょっとずつ。そういうことですよね。だからもうさっき言った金型の劣化のなんか通りのことが一応起きてたっていうことですよね。そうそう、いやでも本当こうなるんよ。だからプラももう一発目に出たやつ、うん、あのスケールモデル系はね、うん、戦車とか飛行機はもうすぐ買いに行ってた。あ、うん、バイクとかもすごいいるんよこれがですね。でこのスペリオールの子たちなんですけど、じゃあアイホールは大きくなってなかったのかと思って私たち後で測ったんですけど、はいはい、うん、アイホールはあんまり差がなかったんですよね。そうやね、ラディエンスの時ほどの差はなかったもんね、うん、スペリオールに関しては、はい、まあ、金型の劣化はちょっと分からんけど、はい、あのそんなにアイホールがでかくなってないことは、はい、劣化に対して削る職人、うん、そのバリを取る時に丁寧にやってたんかなっていうのが、あ、それは思いますね。当時はなんかアイホールガタガタとかあんまり言われてなかったですもんね。そうね、スペリの時あんまり聞かなかったよな、はい、うん、ここで前にラディエンスのことも触れたことはあったんですけど、はい、改めてそのアイホールが広がっていく様子っていうのを見ていただこうと思います。ブログ時代の写真やね。そうですね、これでまずスターダンサーですね、はい、2006年の11月発売です。結構初期の方の子になります。そうですね、その時のアイホールの幅 20.95 ミリということで、うん、まあ、これはまあ本当何その当時同じ時期に発売されたもこんな感じやね。そうですね、そして次ですね、2010年2月に発売されたタルト&ティーです、はい、もう数年経ってますよね、うん、ここで 21.13 と、まあ、でもそんなにねこの頃はね目立つことはなかったんよ。そう、あまり気になってなかったんですよね、うん、そして次ですね、はい、2010年7月発売ニッキーラッド、これ5ヶ月しか経ってないです前と、はい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 、21.17 とやっぱりちゃんと広がってはいるんですね。これだから金型の劣化なのか、うん、それともあのバリ取る人、うん、の癖なのかがどうなんか分からんのよ。そこが分からないですね、うん、ラディエンスの場合はそこの差もあったりしますけど、ね、常になんかこうわずかながら広がり続けてる感じですよね。そして最後になんかこう2013年の5月もう終盤です、はい、セイディスプリンクルですね。あ、はいはい、なんか懐かしいね、はい、ここで 21.61 とかなり広がってる感じが伝わると思います、ね、ちょっとこの頃から、はい、なんかでかいのがちょっといっぱい出てきだしたんよ、うん、なんかこの頃になったらもうみんなが気になる気になるって言ってた頃になるんですね。そうそう、だから本当にギミックが見えやすいっていうのはよくあって、うん、そうですね、うん、本当にちょっとなんかだからうちらの場合ブログで上げてたやん、はい、毎回毎回撮るんやけどなんかでかくなってきょるなっていうのは、まあ、薄々というか、うん、そうですね、
ここでラディエンスプラスが出ます、はい、2013年8月ですね。ハイフォーマリンです。あ、一番初めのラディエンスプラスやね、はい、うん、そしたら 20.82 ってなって、あ、ちっこなった。でスターダンサーの時の 20.95 よりもちょっとだけ小さめに仕上がってるっていう、うん、そうやね。なんかちゃんとここのところ大きくなってるの気になったのにシュッと戻してくれたっていう感じでしたよ ね、 うん。まあそんな感じでこうラディエンスの最初と最後の2人ちょっと並べてるんですけど、どういうことは2006年のスターダンサーと2013年のセイディスプリンクルだね。はい、まあ実際にはなんかもうちょっと後までラディエンス、旧ラディエンスいるんですけど、まあ、まあそれは置いといてということで、これぐらい差があるとい う、 うん、まあね、並行して出てたから、うん、時代によってはそうですね。だからなんか旧ラディエンスも常に何かが一緒に出てた、うん、スペリオールが2008年の末まで出てましたし、はい、2009年の3月からはもうフェアレスとかブルミからスタートしてますから、出てる、ね、常に並行して何かが出てたから、うんうん、この金型だけがなんか一気に劣化するっていうのはなかったんですけど、 そうよね、それでも結構旧ラディエンス期間長いですから、2006年から2013年までありますんで、うんうん、はい、その間でかここに差が出てきたっていうところですよね。まあ、金型の分とか成形に関してはやっぱりね、スペリオールの方とか、うん、やっぱりヒケが出てきてね、エクボっぽい感じのが出てきたりね、いましたいました、もうなんかねとか思い寄ったとこあるんよ。でもあれがまあ可愛い時っていうもあったんよ、ね、うんうん、なんかエクボが出てるってか喜んでる方もおったんやけど、うちらなんかあの裏になんかこうネジのところあるよね、ヒケだよねっていうのを思ってたり、ヒケが出るのは仕方ない、まあ、今のガンプラでもヒケはね、うん、まあ、あの平らなところで直してるから、うん、あ、まあ、そこら辺は仕方ない部分でもありますよね、まあ、樹脂物はね、うん、だから当時の金型ってすごい長いスパンで使われてたんですけど、だから多分2個あったんちゃうかな、思うこともあんのよ。あ、スペリオールは2個説すごい有力でしたよね。そうそうそう、まあそんな感じですけど、最近なんかラディエンスリニューとか、うん、あの2016金型が2017年から運用になったじゃないですか、で2年経って2019年にはなんか新金型出てきて、ね、ただなんかこれはあまり使われなかったとはいえ、なんかまあそこからまた2年経ったも2021金型が出てきたり、まあ最近ね、でこのなんか最初の方のリニューの時って、うん、まだラディエンスプラスもなんか併用だったじゃないですか、まあ、ずっと出てたもん ね、 ね、あの2019年の4月のつもりの時にまだプラスだったので、懐かしい話になってしまうな、ね、なんかちょっと前のことやけど、うん、まあそんな感じでかい、なんかこう最初の2年とかは結構手厚くプラスのなんかこう運用になってたから、うん、それを思ったらあのここに来てか金型ってか交換というか次のなんか控えというか、まあね、時期はあるね、うんうん、そういうのがなんかこう早くなってるなというか、まあね、そんだけいっぱい出てるかって言われたら、うん、やっぱりこのラディエンスの時ほど、うん、いっぱいは出てない。ラディエンスというのは初期のね、はい、初期の頃は本当に1ヶ月に 3つ出たりとか、でまたあのフェアレスの金型もあったからものすごい数作ってたんよ。そうだからなんか旧ラディエンスの時ってプリマ通りとかバンバン出てた頃やから、あったね、それを思ったらいっぺんになんかこうその3体セットともう一つ、うん、新しいのと CWC 限定ととかいう時があったじゃないですか、それでプチが出たらね2個ね、うん、まあ、そういう時期あったからそれと比べたらなんかすごい勢いでかい、なんか使い込んでないのに、そうや、ね、このペースっていうのと、うん、あとはなんかこのやっぱりなんかその2019金型が少し使われだしたぐらいのとこから、まあね、もうなんかアイホール広がってるんじゃないみたいな声もあったりしたじゃないですか、ね、うん、だからなんかこう昔と比べてかい、なんかそういうのが顕著に見えやすくなったのか、そういうのになんかこう敏感な人が増えたのか、いやだからね、多分ね本当にバリ取る人というか、うん、アイホールのバリ取るときに削りすぎだろお前っていうのはありますちょっとあったんよ。だからアナスイの時とかはいやいやこれやりすぎだろっていうのが結構あって、あれはプラスでしたね、うん、だからバリがあるとかじゃなくて、うん、あの削りすぎやろこれっていう、そうだからアイホールのとこに関してはそのなんかこう言うたら金型ってか前と後ろでパコッと合わせてからやってるじゃないですか、まあ、樹脂がねはみ出るというか、まあ、残るとこもあるんで、そのバリ取りの仕事もやっぱりありますから、そうですね、そこのなんか取り具合によってやっぱり違うんやろなと思うし、だからそこがガタガタなんですよとか、そうやな、あとなんかこう欠けてるみたいになってるんですよっていうのは、うん、やっぱりそのバリ取りの具合なんだろうなとも思うし、そうだね、やっぱ工場でねやっぱりその雇ってるというか職人さんが、はい、右利きでいつもの回転の流体やったらええけど、うん、次やった人が左利きで、うん、逆回転の流体でなかったらやっぱ難しいとこもあるし、うん、その辺はよくわからん、まあ、工場で勤務するときに右利きか左利きかっていうのをちゃんと聞かれるんですよ、うん、でそれたまに嘘ついて入ってくるやつおるから、うん、まあね、そんなのもありながらですけど、まあ、金型ってやっぱりなんかこう少なからず変化はしていくし、うん、それがなんかこう敏感に気がつく人は気がつくし、分からない人は全然分からないんですけど、まあ、目の大きさに関してやっぱり写真を撮るっていう文化がブライスの場合は多いんで、うん、まあ、多少なりとも気がつく方が早いかなと、うんうん、
そういう意味ではな、このちょっとペースよくなんかこう金型をチェンジしていってくれるっていうのはありがたくもあるし、うん、そういうのはちょっと思いましたね。そうやね。まあでもなんかね、うん、まあ、ずっと顔の形が変わるけど、まあ、ブライスっていうそのなんていうんかな、うん、アイコン的なとか記号的なことが変わらんから、うん、まあ、これからもねまたそのグスマの方も変わっていくけど、はい、まあ、そこは変わらんだろうと思ってるんで。そうですね、うん、ここからのなんかこう新金型とかがどういう風に展開していくのかとか、まあ、それもね楽しみやね。そういうのも含めて楽しみにしていきたいですね、うん、そしたら今日はこの辺で最後までお付き合いくださりありがとうございました。皆様のお役に立てればと思います。どうもありがとうございました。